サファビジョン。今回はセンチュリーのプラスワン。サブモニターですね、うん、こんなです。あ、ちっちゃいですね。こんなモニター USB コネクタしかなくて、これをパソコンにつなぐとパソコンからの USB 給電でモニターとしてパソコン上の、まあ、デスクトップになったりとか、あのダイアログを出したりとかするデュアルモニターのちっちゃいタイプって感じですね。横 800×縦 480 VGA の、640×480 の横がワイドになったタイプですね。これが付属のケーブルなんですけど、ちょっと持ってみていただくと、ちょっとは硬めで、硬めでしっかりしてていいはいいんですが、うん、これ自体が非常に軽いですよね。130g しかなくて、こういう状態でつけると、まあ大丈夫は大丈夫なんですけど、こうちょっと動かすとビビビッと、ちょっと吸盤欲しいですね。微妙にね、吸盤システム欲しいですね。あのいろいろ吸盤好きですね。この間のね、ちょいテレの時もね、やっぱ吸盤で画期的だと思うんですよ。画期的ですよね、うん、でなんでそんな笑ってますか。あのペトっていうとか、ピョってこうポンっていうのあれがこうなんか楽しいですよね。なんでそんなに顔をあからめて笑ってるんですか。嬉しいね。吸盤がいいな。吸盤娘ですね。でこれちょっと硬いんで、例えば僕が使ってるのはこういうもっと細いしなやかな、あこれで使うと本当に快適に使えるんで、まあ、これをメーカーがこういう細い USB ケーブルつけてほしかったとこなんですけど、まあ、ソフトウェア、ドライバーソフトインストールするんですけど、インストールした後はUSB ケーブル1本つなぐと来てますね。マウスカーソルがこう、うん、来てると思うんですけど、はい、動かしていくと来た、そっち側に行くと来た。サイズの割には画素数が割と大きいんで、はい、細かくはなっちゃうんですけど、よく見てもらうと非常にクリアでしょ、うん、すごい綺麗です。ドットバイドットで出てるんで、これで全画面表示にしてスタパビジョンとかを見るとこんなサイズ。でそれ以外に、例えばこっちのメイン画面で他のウェブブラウザー立ち上げて、こっちでこういうなんか調べ物をしたりしながら、こっち側ではコンテンツものを見るとか、あとカビやってる人だったら日経平均見るとかですね、うん、あとなんかテレビ番組表を出して見るとかですね、いろいろ使い方があるんじゃないかなと。いろんな表示方法があって、こっち側とこっち側がくっついたデスクトップになるやつとか、これのミラー、これと同じものがこっちに出るとかっていう、いろいろできるんですね。ミラーにしてみましょうか。じゃあ同じものが出てる。本当だ。こちらの方が画素数が大きいんで、こっちは一部になってるでしょ、はい、ただこのマウスカーソルを動かすと、マウスカーソルの位置に合わせて、あだから一応こうスクロール操作必要だけど、全部情報は見られると。回転できるんですね。回転したかな。おこんな状態ですね。こんな状態になる。おこれでまあ今ミラーにしてますけど、こっちを単独にすれば縦長の情報を、まあ、ウェブページ の、 あの携帯向けのブログとか、うん、そういうのを表示しやすいですね。それからですね、はい、例えばですね、これあこれねちょっと思ってたんです。でこれ前回紹介したちょいテレですけども、これを使ってこの映像をその小さい画面でどうなの、うん、とこれですね。これをつなげて、ここにちょいテレの表示画面が出てまして、はい、でこれをですね、そっち側の画面にゆっと持っていって、でこんな感じですね。でこれでまあちょいテレ専用の画面ができたりとか、あとこれを全画面表示にすると、あ割と普通にテレビじゃんみたいな。素敵。これちょいテレと一緒に買いたくなりません、うん、セットで欲しいです。意外にこの映像をこっちに送るようなことって、こういう製品対応しなかったりするんですけど、普通にできちゃいますね。でそれ以外にはですね、これ今画像ブラウザで写真なんかを閲覧するソフトなんですけど、うん、これでなんだっけ、画面を次から次に出す、このあスライドショー、そうなんですよ、スライドショーなんです。その言葉を忘れてしまったんですね。でスライドショーにすると、このようにスライドショー専用の、おで意外とそれでね、このサイズでスライドショーするんだったらフォトフレームっていう製品があるじゃんっていうのがあるんですけど、うん、フォトフレーム意外と VGA ぐらいまで安く買えるのは、それ以上の値段が高かったりとかして、で機能もそんなに本当にフォトフレーム以外できない、フォトフレームというかスライドショーぐらいしかできないんで、こっちの方がフォトフレームとしてよくねっていう、ヨドバシの通販価格で 19,800 円の 10% 還元、はい、
なんでまあ18,000円ぐらい。すごくいい。意外とね、これもパソコン持っててノート持っててっていう人でちょっと遊べる実用的なガジェットないのかなっていう人にはかなり、表示綺麗ですからね、結構ね。うん、そこそこ気になる品物の数々、略して粗品。スタッフさん、今回の粗品は何ですか？はい、今回はですね、デュアルローテーティング USB チャージャーという、うん、このメーカーの製品なんですけど、このメーカーの読み方が正しくわからないので、このメーカーと言っております、私は。ここに USB ポートが2個あって、USB で充電できるものをつなげられる、2本、2個同時につなげられるんですね。で、ここにコンセントをまあここに挿すと、これがですね、このように回るので、うん、こういう向きでコンセントに挿したりとか、これをこういう向きで挿したりとかして、ちょっと便利だと、うん、いいですよね。なんかわざわざパソコン立ち上げなくて、そうですね、そこそこいいかなということで。メーカーが割と言っているのは、こういう Windows Vista のガジェットとかを、ここに、ガジェットって意外とこのサイドバーに置いとくと邪魔なんで、うん、こういう小さいモニターに全部集約しちゃうと、ずっと表示しとく情報は便利に扱えるのではと。チラ見情報専用ディスプレイ。もちろんショートカットも持ってこれるんですよね。もちろんこれは基本的に特殊な表示じゃなくて デスクトップですからね、何でも置いとける。だからここにアプリ専用の、まあ、ランチャーソフトを置いてもいいし、全部アプリのショートカットずらっと並べて起動するときはこっちをクリックとかするのもいいか。あ、すごい。なかなかいいですか。すごいです。なんかこっちの普通にデスクトップにショートカット置くの嫌なんですか。いや、いいんですけど、ここにファイル開いてるときに、それを立ち上げたいときに一回全部しまわなきゃならないじゃないですか。そういう人におすすめですよ。すごいいいでしょ、うん、意外と驚いたのが、あの USB 2.0 の接続でやっぱこんなに出ちゃうんですね、スピードというか、こうもっとゆっくり、こう普通こうイメージ的には USB だと こんな風に出てくるのかなとか思うじゃないですか、うん、それが普通にこうエアロでも動いてるんで、なかなか大したもんだなと。あとですね、私の実際の使い方をちょっとご紹介いたしますとですね、記事を作る編集者とかライターと一緒に打ち合わせて、どのビジュアル写真ですね使いましょうかっていうのを喫茶店にちらっと打ち合わせたりすることがあるんですけど、普通の場合は、写真ですね、これだけあるんですけど、どれ使いますとかって言って、でこれちょっと見てみますとかって拡大したりして、またこっちで操作してこれですかねとかってやって、なんか俺のノートパソコン壊れちゃうかもって気持ちになるんですが、これを試しにその場に持って行ってですね、ビジュアルなんですけど、例えばですね、これ使いますとかっていうのが非常に便利。すごかった今ね、このかっこよさですよ、うん、すごい仕事ができる感じがしました。でね、実際の現場でこうやって、じゃあ、うん、これどうです、次のどうです、どうです、どうですって見せていって、あ、じゃあ今のにしましょうってなるんですけど、これをやった時には、え、何それ何それマジ何それみたいなね、こっちの話で盛り上がって仕事になりませんでした。まあただね、こういうものがあると、いちいちノートパソコンをこれこれこれ見これ、あ、ちょっと引っかかって、ちょっとじゃあとかやんなくてちょっとドキドキしちゃった。これで見せられると、あとね、なんかこうみんなでこうなったりとかしますよね。ちょっと待って、ちょっと待って、やんなくて済むと。まあ、何でも使えますね。フォトショップとか使うとツールバーがいっぱい出るじゃないですか。で、このあ、もうそのツールバーのすっごい使いたいそれまあパワーポイントでも何でも問題ないんですけど、すっごい使えた、ちょっと涙出てきちゃった。レイヤーのウィンドウがあって、そのレイヤーのウィンドウの下にある絵が見たい状態なのに、もうムカつきいちいちとかっていうのが多分なくなると思うんですよね。みのり先生だと何やります？さっきのショートカット。ショートカット欲しいんです。それ以外何使いそうです？ただすごい問題があって、うちノートはいいんですけど、デスクトップ 1.1 なんです。 1.1 すげえ超レアですね。 1.… そうですね、ちょっとそれきついですね。それ何とも言えなくなっちゃいますね。うん。